日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市小島地域下津井下津井は岡山県倉敷市小島地域にある地区であるかつての小島郡下津井町に相当する本校では道庁及び調整前の名称である下津井村についても述べる現在の下津井中学校区にあたる下津井吹上田野浦大畑の各大技からなり 小島半島の西南端にあたる地区で、瀬戸内海沿岸の丘陵地のため平地は少ない。総人口は約5700人。下津以降と下津伊瀬戸大橋古くから港町として繁栄した。東部には名宝、和柴山を要する。この和柴山では、西日本で最初の旧石器時代の石器が発見され、古墳時代の古墳が現存し、 平安時代の神社が今も鎮座している。また、同時代には沖合にて藤原住友が時の政府に反乱を起こしたことなどから、和柴山の麓では古くから集落が形成されていたことがわかる。現在も漁業が盛んな地区で下津井田湖が有名なこともあり、港の近くでは11月頃からはタコを天日干しした風景が見られ、 地元漁協による小売市場も催されている。瀬戸大橋の河橋に合わせ沿岸道路が整備されたため、港も近代化が進んでいるが、城や塔や岩木が一部残っており、街中には、江戸時代に海鮮丼屋や遊郭がの木を並べた頃の、面影が残り、岡山県によって町並み保存地区に指定されている。大胸市も追徴施行前の旧市も追徴と、 長浜町に相当する地区に分かれ、それぞれ、倉敷市立下津井西小学校と下津井東小学校の学区にあたる。下津井は天然の良好に恵まれ古くから、風町潮町の港で、奈良時代、平安時代の文献に記されている。江戸時代から明治時代にかけては、北前船の寄港地として栄え、コンピラ参りの渡し場としても賑わった。 下杖の由来は、木々小島の下の津、かつての中心であった、郷内地区から最も下に位置する、港の意味であると言われている。また、この地域が下杖と呼ばれるようになったのは、江戸時代末期である。かつてこの一帯は、長浜と呼ばれ、下杖、吹上、田の裏に、大畑を加えよんが裏という総称もあった。1907年に市町村合併により、 小島郡下津井町が成立、その後小島市を経て、現在の倉敷市となる。1911年には、下津井電鉄が開業、1914年に下津井まで路線が、敷設された。当地の歴史は古く、平安時代の文献にも記載された歴史ある、港町である。小島通り西にある繁屋院の文書によると、大畑、田野浦、吹き上げ、 下津井の四家村、つまり現在の下津井地区は古くは長浜とも呼ばれていたとされる。現代になると、一時は団地が造成されたり、瀬戸内海が一望できる遊園地として、和羽山ハイランドが開業するなど人口、観光客が増加したが、1988年に瀬戸大橋が開通すると、下津井は旅客港、 商工としての機能を完全に同郷に奪われ、1991年に、下杉電鉄は、鉄道事業から撤退した。その後は、地元経済は、停滞気味となっていく。古来から、今まで続く漁業に関しては、現在も盛んであり、牛窓、寄島などと並ぶ、県内有数の漁港として知られ、イイダコやママカリなどが、代表的な漁界である。 岡山県周辺の鮮魚店やスーパーマーケットなどにおける下追直送という言葉は一種のブランドとなっている。しかし現在の主力産業である漁業も人口化減少に伴う後継者不足の問題を抱えている。他の産業として前述の和芝山や和芝山ハイランドなどを中心とした観光産業があり、丘陵上からは瀬戸内海。 瀬戸大橋を一望できるという風光明媚な場所であることから宿泊施設が多数ある。下杉の町並み古代から中世にかけて海運、軍事の重要拠点として要衝として発達。四国連絡などにも利用価値の高い瀬戸内海の要項として栄えた。江戸時代になると、 微前岡山藩の領地となり、1606年に池田長政がこの地にあった、下以城を再築城し、周囲は城下町として発展。さらには、周囲の地区において、面裁判や塩田が盛んだったこともあり、商工として、あるいは微前国有数の漁港として繁栄した。また、岡山と佐抜国琴平愚を結ぶコンピラ往来が整備され、その都会港として、 旅客で賑わった。床山と佐抜国こと平宮の両参りの風習が盛んになると、現在の他の口港とともに多くの参拝客で街は繁栄した。近現代になると商港、商工旅客港としては玄玉の市の宇の港に主役の座を譲る形になるも、四国と岡山を結ぶ主要航路の一つとして経済活動が盛んに行われ、 1911年には、下津井電鉄が、開業。1914年に下津井まで路線が、付設された。隣接の下津井や田野浦土曜、古くから開けた港町である。梅松論には、南北朝時代はじめに、足利高氏が九州から登場の途中、延元元年、兼務3年5月15日から4日間軍戦を、とどめ。 福山城の落城を待ったと記録されている。江戸時代には、海鮮丼屋や仲買、金融業者、日用品販売業者などの多数の商人が、在住、さらに宿屋や料理屋も多く繁栄した。明治に入っても、その繁栄はしばらく続いたが、近代化とともに次第に衰退していき、現在は、漁港として機能しているほか、一部団地による宅地化がなされている。 伝道浦座神社から望む田野浦港と、町並み道町内の下水や吹き上げ同様に古い歴史を持つ港町である。和芝山南麓の浅い谷を海岸にかけて集落が続き、沿岸部に町並みを作っている。古来より漁業者が多く、水田は少なく、山地にわずかに畑が段をなして存在している。地名の由来は、 当地北の宮城にある縁起式内社、伝道浦座神社である。道神社の門前町でもあったため、神社名の田戸浦が変形して、田野浦となったとされる。当地内にある寺院、新言宗広仙寺は、道寺院の縁起によると、昭和年中の回帰とされ、古い歴史がある。江戸時代中期の記録書、キビオ古記録くでは、田畑五町八端、焼かず百六十件。 男女666人、船43艘、四季とも漁業す、との記載がある。田野浦港は、現在も漁港として健在である。下津井地区南東端に突き出た岬にある地区。名宝、和芝山を要する。下津井地区内で唯一、現在の住所表記の大技に、下津井の名前がつかない。元来は、古くから漁業で成り立っていた漁村であり、 漁業者が多かった。しかし、近代以降、時世の変化につれて徐々に旅製造他の繊維業の中小業者が増えていき、街の様子が変わった。原平時代には、平家の大将が、当地に陣屋を構えた。その後が、現在も残っている。キビオンコ広くによると、江戸時代には田畑六町一端、焼かず143件。 男女1,100人との記載がある。明治になり、隣接の田野浦村と合併し、長浜村、長浜町を経て、下津井町となる。下津井警弁鉄道が付設されると同地内に、近海駅が設置された。地内にある新言囚人、和芝山大宝寺は、和芝大名人を陳述としている。平成24年9月末現在、下津井を含む小島地域は、 倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは倉敷市の他地域に加え、筑母郡林島町及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が小島郵便局の集配担当区域にあたる。下津市町に関するカテゴリー。ありがとうございます。